よし、じゃあ炭焼き釜もこうやって2つ立てて、真ん中に溶解炉立てて、金属ね、まあ結構生産できるようになってきたけど、うんうん、さっきの火事場立ててみるわ。材料多分もうあるから。ああ、オッケー。うん、あ、炭4か。待ってよ、炭が、ついに文明レベルが、そう、金属を多分叩けるというかやれるようになるはず。よっ、持ち物が多すぎる。そんなことはない。よし、これも、あ、家ん中建てられるけど、家ん中の方がいいか。あ、そうだね。まあ、まあ、外でもいいけど。どこに建てるかは、いや、家ん中の方が壊されないから。あ、確かにね。ちょっと、まあ、後で家は改築できるしな。とりあえず、隅に建てとくわ。いいですね、とこで。よっ。うんうん。オッケー。青銅、銅のナイフ。壁掛け、直台。なんか、そんなんとこも出ましたけど。銅のナイフ。きらめく銅のナイフ。いや、じゃなくて、違うよな。やばいやばい。強そう。いや、きらめく銅のナイフじゃなくて、銅と鈴の強い合金。あ、青銅ってのが作れるよ。青銅。あ、え、なんかめちゃくちゃ解放された。来た、青銅の斧。あ、それか。来たよ、次の。うん、青銅の斧は、青銅は8いるんやけど、青銅ってのは銅2と鈴1。銅2か、遠いな、遠いな。あ、青銅の釘、船や家具を作るのに使われる。船やって、新しい船ってこと？金属製の釘作ってみたら。青銅1使うけど。いや、まあレシピ増えそう。まあ確かに。なんか釣りとかもできそうじゃない？なんか。ああ、え、ちょっと待って、なんかいっぺんにいろいろ出て、うん、なんかよくわからなかった。え、待ってよ、作業台か。いや、作業台ってわけでもないか。 何やったん今の。待って、ハンマーか、ハンマーの方かも。うわー、なんかいっぱい増えすぎてるな。あー、改良できるやつあるある。ちょっと待って、それより、マジ？カーブって読むんか。なんかちょっといい船みたいなあるわ。青銅の釘80、上質な木30と、あとさ、カートってのがあるんやけど。うん、何カートって何？ちょっと待って、作ってみていい？うんうん、カートめっちゃ気になるけど、どういうこと？カートってなんか、え、手押し車じゃないけど、どんな感じの？作って、ほら、あ、見てこれ、どういうこと？え、なんだ、2台？ Not in the right position って、あの、正しい位置におらへんって言われてるけど。ここじゃない。ストレージ。お、来た。開けて開けて。来たって。お、材料運べるってこと？いいね、え、そこさ、いろんなもん乗せられるから。銅鉱脈とか、鈴鉱脈あるとこ、これでいいかな。なるほどね。すごい。え、これ多分さ、陸路で行けるとこ探さないと。確かに。船乗せられへんし。これ、え、これ、てか、俺、ちょっと待って。これ、どうやって、俺。抜けれ。え、ちょっと待って。助けて、これ。俺、呪いにかかった。え、開ける。ほら、これ、重さ制限とかなさそうやん、なんか。それなリュック、これリュックか、取れないって。どういうこと。あー、いけたいけた、離れた。ルコさんがずり落ちていく、ね、これいいよ、楽だよ。いいな、これ一人休憩できるな、完全にね。え、これ目つむっとくよ。これだから南の方にさ、これ黒い森があるってこと期待して、うん、うん、南の森の方に走るっていう手はあるな。そうだね、うん。なんかカートでこれずーっと いかんと、これ落ちたらやばいな。え、何この絵。あーあーあーあああ、もうめちゃくちゃや。あ、いいね、いいね、いいね。え、
めちゃめちゃおもろいけどな、これ。この状態。あるかな。黒い森。あるといいんだけどね。うん、そうそう。何の用意もせず俺行ってるけど。一旦作れ作れる分だけ作るっていくやつじゃないのこれ。まあ確かにね、作れるやつから作っていこうみたいな、そういう形で。だって俺ツルハシも修理してないし。ダメだ。うん。ちょっと置いとくか、ここら辺に。置いとくの。うん。ああ。ああ。あ、すごい落ちるなこれ。だってこれ持って帰っても仕方ないろ、だって。まあ確かにね。だ、うん、からピンだけ打っとくから。はいはい。うん。南探索。え、寝てる間さ、めっちゃ隅できてないこれ。ちょっと待って。音がやばい、音が。あ、そういう考え方できるんや、このゲーム。え、多分全部できたんじゃないこれ。ほら。うわ。すごい。あ、やば。あ、そういうこと。これ寝る価値めっちゃあるやん。確かに。全部できた。寝なきゃ損じゃん。確かに。すごい。いや、おもろ。普通ないよな、これ。この考え方。ないない。うん。おもろいなぁ。あ、そうか。俺、松明と樹脂、ちょっと返してくれへん。え？樹脂、俺、ルコさんにさ、はい、全部渡しちゃったよ。よっ。かゆいとこついてくるね。いい。え、じゃあその原石もなくなってきたし、聖堂の斧とか2人分作るためにカートをしてうん行くか、これ南に。うん、南の方はあるやろ多分、ね、え、でもさ、うん、金床とかその火事場改良設備なんやけど、うん、これはすぐ作れるな、聖堂2で作れるから。それでめっちゃ気になるんが、うん、発酵樽ってあるで。発酵樽、うん、お酒作れるっぽい設備。あー、だから上質な木必要やけど、発酵樽ってある。あー、じゃあとりあえず、じゃあやっぱ斧か。そうやな。え、てかもう青銅の斧で、あの硬い木切れんかったらもう終わりやけどな、ほんまに。すべてをなんか失うというか、手がかり失ってしまうよな。いつまでやらなあかんねんみたいな。確かに。うん。待って、金床だけ作っていい？はい、いいよ。うん。なんか面白い武器とか、結構いろんな武器なあるけどな。そのね、青銅のアトゲイルとかっていう両手持ち真の戦士の道具とか。やば。受け流し力40。聖堂のバックラーとかもあるしな。聖堂10。きつ。あ、剣あるで、剣。ついに。剣か。剣もある。どれがいいんだろうね。確かに。どの武器がいいとかはちょっと。まあ、ステータス見ればなんとなく想像はつくけど。とりあえず、金床、振っとくわ。OK。どうしよう。横に。あれ？これどうなってる？ここ作られへん。なぜ？結構広さいるんか。あ、じゃあ横に作ろう。立てて。よっ。はい。はい。火事場のレベル。上がりました。上がったからってなんか増えた感じもせえへん。あ、え、幸運具。お。土地耕すための農具。これ、人参いけるんちゃう？人参の種、ついに。あ、それで、人参か、うん。植えられる可能性。はいはいはい、大雨。夢が広がるなぁ。広がる。大雨。っていうか、どう引っ張りすぎて。じゃあ、ちょっと、荷物整理したから、まあ、俺はいけるよ。行こっか。オッケー。オッケー。まあ、大嵐やけど。ちょっと待って。これ配置してさ。配置してて。いやいやいや、言ってよ。いやいやいや、ちょいや、マジ、いやいやいや、これ出花くじかれてる感やばいって。よし、行けた。オッケー。よしよし、ちょっと待って。うん、いや、いいよいいよ、待つわ。建築魂、すごい嵐。建築魂、これ雨の中行く。
いやまあとりあえず黒い森があるかどうかだけ。ああそうだね。うん。よし。やっぱりこれ荷物少ないと足速い気するけどな。ああまあ。うん。そう言われるとそうだね。え。あやば。鶴橋修理 してないからちょっともうさっき言っといて。鶴橋修理し忘れた。はいはい。結局。あ、黒い森あったわこれ。あった。来た来た来た。ペイさんあれ位置表示して。ああちょっと待ってよ。はい。あそっちか。うん。黒い森陸路で発見。ただ言ってもまあまあ遠いなこれ。しかもあとあんまり。うん。ガタガタ道やし。整備するしかないな。整備ってこっからここまでの道整備するってこと？クワで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 さ、なんか道みたいなのなかった？あるあるよな。あれってそのために作るん？このカートのためにじゃな。やっぱガッタンガッタンしてすぐ壊れそうだもん。あそうなんや。そんな気がする。確かにすごいもんな。あ、それで引きながら戦えるんや。あ、ほんまや。もう半分ちょ半分とは言わんけど 40% ぐらい削れてるで。これしかも学生設備が条件を満たしてないって言って修理もできんし。これあれじゃない？作成台作れば。作成台ってその修理台？修理台っていうかそのあれ作業場？そうそう。いけそう。ちょっと待ってよ。4。あ、あ、いける。いけた。これだわ。楽勝。楽勝やな。無限修理台来た。そしたらまた嵐模様になってきてるけど。なんで？あそこだけだったんかな。謎やな。じゃあとりあえずまたここで鉱石な、うん、掘って集めるしか。あ、ダンジョンある。もっと。まあちょっとこれマークだけしとくわ。そうだね。行って。なくなったら取り来よっか。ちょっと待って、オオカミ来た。ちょお前やばい。よっ、え、強くない？いや、めっちゃ強い。待って痛い。めちゃくちゃ強い。痛い。なんで？待って、山から降りてきた。あ、なるほど。うわ、一発で殺した。まだ。ああ、怖い。え、強っ。狼の皮の敷物。敷物か。みたいなの、レシピ。その。で、狼の牙も手に入ったから。へぇ。ちょっと危ないな、ここ。やばいね。これもうあと一回戦われへんだって。待って。これ。ちょっと。カートだけちょっととりあえず。ああ、OKOK。パッて。脱出しよう、ここから。雪山の近くってのがまずかったか。危ないね。びっくりした。で、やっぱり、さっきもちょっと言ったけど、うん。鶴橋の方がきつくなってまうから、なんかちょっと思ったんやけど、うん、その、鶴橋修理に行く人がかりみたいなの、いるかもな。いる？そのルコさんの鶴橋俺が持って本拠地まで走って帰って戻ってきて、でルコさんは他の鉱脈探してカートうろうろするっていう。あ、見つけたらすごい待機みたいな。でも鶴橋使い捨てでもいいんじゃない？使い捨て、あ、いやでも鶴橋ってさ、エイクシルのあの角使ってるから使い捨てはできんやろ。あ、そうだったっけ。うん。もうエイクシル倒した時の感動とか忘れてるやん、もうこの子。枝角みたいなのが手に入ってさ、やったーって言った気持ちも忘れてるやん。そうだっけみたいな、うん、あー邪魔。もうマジこの木がドワーフが、あ、そうか、
これカートを引っ張りながら戦えるというなんか謎のシステムで、よっ倒した。あれ、まだいる。四角崎いいなやっぱ。うん、これちょっとカートとの相性もいいわ。あーなるほどね。砂壊せるし、あ、砂じゃなくて草壊せるし、なって。じゃあまあある程度銅は手に入ったけど、やっぱ水辺がないから鈴がねないんよね。これどっちだろうね、左かな。うん、だからこのまま突っ切ってたらもしかしたらあ、ネストがある、水辺が出るんかもとは思うけど、あ、それとか鈴鉱脈じゃない。 あったそうだそうだ。オッケー、ナイス、ようやく来た。それとさ、普通に修理台の上に屋根建てたら、ツルハシやったら修理できるよな。うん、多分ね、できそうできそう。え、屋根、とりあえずここさ、なんか中継地点みたいな感じで建てる？ちょっとだけ、その修理台だけ。あー、オッケー。うん。で、そこで逐一修理する感じか。そうそう。で、アイコン建てとけばいいやん。なんか家マーク、あ、焚き火マークでいいかな。焚き火マークで、リペ、あ、中継地点みたいな。なるほどね。休憩地点っていうか、まあ、休憩みたいな。はい。いける。いけんじゃん。最高。完璧。見て、ちょっとなんかさ、雰囲気もええよ。いいよ、いいよ、これ。雰囲気も出てる。うん、さらに。いい感じ、めっちゃ。さすがやな。屋根の選択がさすがよ、ほんま。匠ですから。うん。これでもう、完全に、もうパンパンにして帰れるぐらいの、ただ時間が問題なだけで。いいね、いいね。そう。だからちょっと、ここら辺の海岸沿いの鈴鉱脈取っていこうか。OK。で、また黙々と掘るだけの時間始まるけど。しゃあないね。しゃあない。1時間よし、黒い森でいっぱい鉱石取ってついに帰ってきた。長かった、長かったな。これカートの中身もこれパンパンよ、ほんまに。ちょっと入り口までちゃんと持って、ここでいいかな、もうちょっと中まで入れられる、これもしかして。うん、中までいけるか。あ、いけるいける。これ溶解炉とかダッシュしとかんと、ちょっと重くなってるよな、やっぱりこれ。うん、なんか登んないね。え、これ登あれ無理、行きし、あ、まあ行きしはそうやもんな。あー、行った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 行けそう行けそう行けそう。待って、これスタミナ行ってくれ。これちょっと待って、スタミナの回復をちょっとゆっくり待つことでしょう。これよし、行ける、行け、押してくれ。頑張れ。ちょっとオシャレにしたかった。あー無理だ。あ、ということでちょっと一回ちょっと下ろそう、下ろすっていうか降りた。はい、中身チェック。ということでこんな感じで鈴鉱石だいたい84個で、銅もそれぐらいかな、86個、合ってるよな、86個で、まあその他適当に物入れて持って帰ったんで、でもこれ明日、これ上がってほしいな、これ。これがちょっと引っ張ろう。引っ張ってみる？うわー、あー、いけそうやけどな。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。え、高橋？高橋。よし。ほら。いけ。いけ。いけるいけるいける。痛い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 。ちょっとこれ寝たらさ全部出来上がってるっていうシステムちょっと今まさに使うしかないな。そうだね。なんで鈴から入れとこうかな、持ち物が多すぎる。これさもう一個作ってもいいんじゃない、どうせ帰ってくるしさ。あー、精錬、うん、いや妖怪炉の方ね。妖怪炉、うん、確かに作ろっか。よし、じゃあ2台目のこれも溶解炉も作ったし、ここに金属入れたら寝よっか。はい、鈴
ちょっと待ってよ。よいしょ。鈴鉱石入れて、俺炭、あ、入れてくれてる。火も入れた。炭入れた。火入れた。よし、寝よう。寝るしかない。寝ろ寝ろ。火がち、え、火が必要だ。あ、ここ、ちょっと旅長すぎて全部切れてる火が。よっしゃ、これよ、この音。シャ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 、出来上がってるからこれ。よし、これだいぶ銅も鈴も延べ棒できたから、これ作れるで。本命レベル上がるぞ。上がる上がる。ついに、多分動画見てる人はもう一瞬の出来事かもしれんけど、1時間ぐらい黒い森おったな俺ら。長かったー、マジで。なんか青銅の斧と青銅のツルハシも行きたいな、やっぱり。そうだね。うん、まあ、どんなもんか。うん、青銅いろいろ量産するようにしよっかな。